る。あ、静かなところに来た。こんにちは。いろんなポケモンの人がみんな違うのが当たり前。強いポケモンとか弱いポケモンとか決めつけず、みんなのいいところを探せばきっと素敵なこといっぱいね。世界中の人が口にしてそれでも語り尽くせない言葉、それが愛と幸せ。人は寂しいから、人は寂しいのが当たり前。だから人に優しくできるの。だから素敵な明日を望むの。ただ寂しいことと苦しいことは時間と世界が癒してくれる。そんなこともあるわね。ポケモンも人も手をつなぐとみんな仲良し、幸せだよね。場違いやね、この子ね。なぜ子供いるんやろ。大人がいっぱいいるのはわかるけど。だって世界は一つだもん。そうだね。親父がいて、俺がいて、息子がいる。これが人生なんだ。そして自然があって、ポケモンがいて、俺がいる。それが世界なんだ。物を作ると心が疲れる。心が癒されると物を作りたくなる。不思議なことだよな。どういうことなんだよ。え、ここなんなん？不思議なところやな、ここ。やば。結局なんかみんなの家に入りたくなってくるな、こうなるとな。わー、なにこれ？ハッピーバースデーみたいな部屋。こんにちは。ここでは木の実を調理してポフィンを作ることができます。今度でいいや。またどうぞ。あれ、さっきの子だっけ。はい、レッツクッキング。美味しいポフィンを作るには最初のスープの時はこぼさないようにゆっくりと、少し固まってきたらぐるぐる回して、最後は美味しくなれと念じつつゆるるんと回しましょう。美味しいものを食べれば元気になってハッピーになれるのはポケモンも人間も同じさね。君は木の実を持ってるかな。美味しいポフィンも作るには珍しい木の実を使うと良い。そしてこぼさないよう、こぼさない程度にできるだけ手際よく作った方が美味しくなるぞ。なるほど。めっちゃファンシーやな。すげー、パーティー会場みたいな感じかと思った。違った。そろそろ元気のかけらが欲しいが、ジムバッジ2つでは買えないんだ。あ、そうなん。元気のかけら3つになったらいただけるんだね。シールは、そうでした。シールはふれあい広場で見つかるのよね。あ、そうなんや。ふれあい広場ってそういうところだよね。あ、ちゃ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 。わ、なんかお嬢みたいなおる。スーパーコンテスト賞って全世界の人が注目してるの。どうしましょう。全世界が私の虜になっちゃうかも。この子とはなんか仲良くできなさそうな気もしてきた。スーパーコンテスト賞だの、ふれあい広場だの、いろんな人が来るから綺麗にしておかないとだな。大変やね。ちなみに世界の虜になるのは私の方がなれる。大丈夫。しょ。あなたよかったらポケモンに貝殻の鈴を持たせてあげて。何これ、貝殻の鈴。貝殻の鈴を持っているとちょっとずつだけど体力が回復していくの。旅行した時もらったけど2つあるから気にしないで。おぞーす。ピピー、あなたのポケモンコーナーです。今回はシンクさんが自慢の林亀の林亀ちゃんを紹介してくれました。シンクさんにとって林亀ちゃんはどんな存在ですか？寝ていても、起きていても、いつも隣にいる。なるほど。存在で、はい、シンクさんありがとうございました。
ても仲良しの様子が伝わってきましたね。みんなも自慢のポケモンちゃんを紹介してくださいね。それではまたお会いいたしましょう。何も喋ってないんやけどな。あ、お姉さんや。さっきのお姉さん映ってる。すげえ。イエイ、まあまあ見てるできるやん、ここで。どうせ。何も喋ってない気がするんだよな。だいたい街全部回った。多分全部回った気がする。びくしょー、こんな人おったっけ。地下大空洞の秘密基地に好きな石像をずらりと並べる。それが私の生きがい。なるほど。あ、こっちまだや。結婚したならよすがしたシティで暮らしたいわ。彼氏はデパートがあるトリバシティがいいらしいけど。あー、なるほどね。まあデパート大事よね。それもわかる気がするわ。買い物とかね、そういうのね。こんにちは。あ、あんたどこかで会ったな。なんやっけ、ほら、あの、あ、せや、ことぶきシティで怖い兄ちゃん相手に大立ち回りしたやつや。うちあの後気になってあんたのこといろいろ調べたんよ。そしたらなんとあの有名な七かまど博士とつながってたり、道場破りならぬジム破りをして回ったり、ほんま目ん玉飛び出るかと思ったで。あー、ごめん、また一人で喋ってた。うち水木や、覚えててくれてる？おったね、そんな関西弁のお姉ちゃん。忘れちゃったわ水木さんね。あんたにボールカプセルあげたやろ。実はあんたが使ってるパソコンのポケモンボックスを管理してるのうちやねん。そうなんや。ま、もともと仕組みはまさきって友達が作っとったんやけど、うちなりに使いやすいよう改良したんよ。せっかくよすがシティに来たんやさかい、スーパーコンテストショーとか立ち寄ってみてな。あとちゃんとシール貼るんやで、絶対やで。若干関西弁間違ったけど、ごめんな、ごめんやで。関西弁読み上げるってちょっと難しいよね。私だけかな。マチレスと一緒にふれあい広場を歩いていたら可愛いシールを拾っていましたよ。これをパチレスのボールカプセルに貼ってあげるともっと可愛くなりますね。本当ですね。山男さんがパチレスなんか育ててるってちょっと変な感じですけどね。さあ行きましょう。長くなりましたけど、コンテストショー。あら、ごめんなさい。スーパーコンテストショーですか楽しんでください。ちなみにこのヨスガのジムリーダーメリッサはスーパーコンテストショーでもすごく強そうです。それって私のことですけど。あなたもっともっと強くなってください。そうしたら勝負しましょう。ああ、ジムリーダーさんなんだこの人。あ、さっきのお姉さん。あ、さっきの。あら、シンク、なんでママおんの。ええ、あなた綾子さんのお子さん。じゃあスーパーコンテストショーもすごいかも。さあどうかな、シンクとスーパーコンテストショーのことを話したこととかないもんね。それよりあなたたち知り合いなの？そうだった、さっきのお礼このシールもらってね。やった、プリティシールシール1枚もらった、ありがとうございます。コンテストに出るとき、そのシールをポケモンのボールカプセルにつけてあげるといい感じ。じゃあ私審査員だから、よかったらあなたもショーに参加してみてね。練習もできるから。じゃああやこさん失礼します。驚いた、シンク。ママ退屈でよすがに遊びに来たらあなたがいるんだもの。こっちが驚いちゃった。なに、スーパーコンテストショーに出るの？ポケモンの大舞台、舞台やな。じゃな、大舞台な。ポケモンの大舞台なのにあなたがいつも通りじゃダメよ。これを着ておしゃれにしなさい。ドレス、ドレス、きっと似合うわよ。だってママが選んだもの。
じゃあスーパーコンテストショー楽しんでね。ショーではあなたのポケモン、ショーではあなたのポケモンいつもとは違った魅力を見せてくれるはずよ。じゃあね。なんだ、ママってもともと出てたんだ、このスーパーコンテストショーに。そういうこと。ベストパフォーマーに選ばれたら写真を撮ってもらえるの。へぇー、火山博物館ね。彼ったら上がっちゃってなかなかコンテストショーにエントリーできないのよ。困ったわ。わスーパーコンテストショーはビジュアル、ダンス、演技の3つ合計で競うよハニー。ポフィンをポケモンにあげるとビジュアルで有利ですって。ポフィンハウスで美味しいポフィン作れるように頑張らなくちゃ。なるほどね。君もスーパーコンテストショーに参加？ポフィンケース持ってる。それならこのすごくて素晴らしいポフィンをあげよう。まろやかなポフィンもらった、あざす。もらったポフィン、まろやか、あ、ポフィンケースにしまったと。そのポフィンをショーに参加させるポケモンにあげるといいよ。それとアドバイス、いきなりショーに挑戦よりあっちの受付で練習してみるといいよ。なんかキザな野郎かなと思ったけど優しいんだな。よし、ようこそ絶対エントリーするんだ。よし、君もショーに出るのかい？まだ決めてない。コンテスト会場へようこそ。ここはコンテストショーの通信受付です。あなたのポケモンを友達と同じスーパーコンテストショーに出すことができます。通信コンテストショーに参加しますか？いや、まだしませんと。ここはコンテスト会場へようこそ。ここはスーパー、あ、これが通常受付か。今はやめときますと。で、こっちが練習かな。じゃあ練習に参加しますか？ね、そうやね。何でも基本は大事。スーパーコンテストショーに勝つなら練習。なるほどね。奥に行けるね。あ、かわいい。わあ、これ、おお、ここ喋れんのか。こんにちは。ビジュアル審査では参加するポケモンのコンディションと参加するコンテストの相性がとっても大事。へえ、なるほどね。コンテストショーの最中に技をビシッと決めると観客からハートがたくさんもらえる。その、他の参加者と連続で技を見せるとさらにボーナスをもらえるの。マジで熱いぜ。そうなんや。ダンスはリズミカルがポイントね。タイミングが合ってるほど評価も高いわよ。技審査は一発勝負。他のパフォーマーと連携してここぞってところで繰り出すの。シールはたくさん貼ってる？多ければ多いほど豪華で印象も良くなるわよ。あとここだけの話、シールには参加するコンテストのと相性もあるらしいよ。そんなんもあるんや。うわーすげーな。うわー全然私頭落っつかへんこれ。やば。いっぱい上にいるけどみんな喋りかけれんな。無理か。2階にどうやってみんな上がったんやのか。とりあえずなんか着替えれるっつってたな。どれのことだ、わからんな。トレーナーカード見てみようか。裏カード、あーこれね、裏カードね。まあ、とりあえずここね、ここ行きたいからちょっと見に行きましょう。ポケモンもボールから飛び出して自由に歩けて嬉しそう。なんていうの、ほっぺのあたりがピクピクしてるのがその証拠。へー、このふれあい広場ではあなたの可愛いポケモンと一緒にお散歩できますよ。うえー、やってみよう。このふれあい広場ではあなたの可愛いポケモンと一緒にお散歩できますよ。どのポケモンちゃんと一緒にお散歩しますか？
なんでできませんとできますがあるの？どういうことや？まあいいや、じゃあできますでいこう。出た。さあ、他のポケモンちゃんは先の広場で遊ん、他のポケモンちゃんは先に広場で遊んでおいで。ちょっと、みんな広場で待ってますよ。それでは行ってらっしゃい。お得な掲示板。ふれあい広場ではプラスボタンかマイナスボタンを押すと広場で遊んでいたポケモンが集合します。プラスかマイナスボタンを長押しすると集まっていたポケモンが解散します。こんけどパチリスどこ行った。ライオン。たまらん、ピカチュウがたまらん。前を行く僕、追っかけてくるピカチュウ。はっはは、僕たちだけの世界。ふぅ、大丈夫。やった、ボルトチェンジや。こんにちは、ここでは木の実を調理してポフィンを作ることができます。ここでもポフィン作れるんだ。メロメロ。なんだあれ、なんだあれ、穴がある。私毎日ここにピンプク、ピンプク、ピンプクと来てるの。ここなら思いっきりのびのび散歩させられるもん。なるほどね。そんなもんか。あ、いた。出てきた。たまにね、ポケモンに話しかけるとなんか持ってる時があるよ。あ、そうなん。ご機嫌。怪しいガメは地面をゴソゴソつついている。掲示板。ふれあい広場ではエルスティックでカメラを動かして連れているポケモンを自由に観察できます。エルスティックを長押しするとカメラは最初の状態にリセットされます。エルスティック、あ、効果。あ、なるほどね。あ、こんな感じ。なるほどね。そこは昔何か遺跡だったんだ。あーね、あ、なんかある。ちょ、邪魔よ。ハメちゃん邪魔よ。あ、もののけプレートを見つけた。プレートの与えた力を倒した巨人たちの力し、ん？よくわからん。誰もいないね、こっちは。こっち人いるね。じゃあ、お守り小判見つけた。それだけ？マジか。リフレッシュできましたか？またどうぞ。ない。おや、お客様？先ほどお散歩していたポケモンちゃんが外に出たがってるようですね。ポケモンちゃんにそのように思わせるトレーナーって本当に特別なんです。これからは広場以外でもポケモンちゃんを外に出してあげるときっと喜ぶと思いますよ。どういうこと？ポケモン出す、出す、まあいいや。